コントロールして左サイド阿部がいる。吉田がオーバーラップ、阿部が自分で行ったシュート決まった。先制、切り替えのところですよね。あの長野選手が本当こう意識が高かった。でマティウスが持った時にワイドに開いた阿部が持った瞬間に吉田のこのオーバーラップした内田がね、このボール前田飛び出した。前田1対1かわして前田が落ち着いて決めました。名古屋2点目。まあ前田のねここの飛び出しのタイミングっていうのは良かったですけども、山崎のこの体を使ったボールをね自分で確保したこと、そしてこのパスの質も良かったです。マテウスのキック、中央ヘディング丸山。このボールの質っていうのはマテウスのボールの質っていいですよね。相手の頭を越えてきた丸山もしっかりとこうポジショニング変えながら、ちょっと後ろ気味に下がってのヘディングでしたけど、しっかりと立田から西澤フリーで受けて、中にはカルリーニョス、そのカルリーニョスヘディングシュート決まった。清水エスパルス1点を返しました。後半の43分、サイドからカルリーニョスのこのボックス内の動き出しのところですよね。非常にこう駆け引きして裏を取って見えなくなったところからスプリント、ピタッと合わせるベト技術はレアンダロ・ドミンゲスは持ってる選手です。打てるか、パスにしました。手塚さあ来ました、松尾のシュートだー。したね、はい。まあ、裏のちょっとビルドアップですけど、西川がちょっと中途半端にキックになりましたね。そこをちょっと高い位置で手塚ですかね、インターセプトされて受けて、まだ柏木は外です。したがって柏木のポジションは杉本が埋めては抜け出したチャンス、レアンドロ・ドミンゲスからまた松尾だ。レアンドロ・ドミンゲス先発起用に応えました。アウトサイドですけど松尾のねこう引き出すタイミング、もらわないふりしてちょっと中入っといて、そこから背中取ってスピード上げましたけど、これ実はシュートコースない。イニエスタへ、左酒井、中4人いる、ワンツーから酒井折り返す、後ろから古橋、ここにいいタイミングで古橋選手が入ってきて、シュートもしっかりとこう落ち着いてサイドでゴールの打たないと相手への脅威にはならないという話を。イニエスタからのパス、古橋、振動がつく、よく残した、ゴーケー、ゴーケのゴールで攻撃に入った瞬間のこう全員の意思が共通理解のもとね、このゴールにもなされてましたね。今度はイニエスタ、古いですね、古橋さあ入った、古橋、古橋選手落ち着いてね、ゴール前に流し込んだっていうようなねゴールでしたね。まあ、札幌の時間帯が続いてましたし、この裏のスペースはまあ空いてくる、抜けてきた藤本、これを取った、小田が入れました。最後落ち着いてまあ、決め切ったようなシーンでしたね、はい。まあ、札幌が前に出てきたところは、ね、もちろんありましたし、まあ、裏のスペースというのはね、を使います。セレッソ同サイドの縦に柿谷、中折り返してブルドメンです。当てるというね、中見た、このボールが触った、西村のゴールになりました。このクロスですよね、アーリークロスいいところ入りました。ただもう西村のシュートも非常にうまかったですね、つま先で。決めてきた、逆転に成功しました。まあ、ただ前回ね、西村は PK 外してましたからね、はい。まあ、思いっきり行こうという気持ちで多分 PK 蹴ったと思いますけど、中入る、ヘディング強い、同点、追いつきました、セットプレー。ボールもね素晴らしかったですけど高かったですね。いや、そして清武、切り返す、打ったか、うわー決
めてきた。1点勝ち越し。最後はね、まあ、個の力というところですよね。やっぱ清武のこの技術ですよね。非常に素晴らしいゴールだと。今日は非常に体の向きがいいし、石井がシュート。繋がっていく。ファールがありました。これは流したアドバンテージ。さあ森下、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 森下。キーパーとしてはファーサイドのところを意識しましたけども、やっぱここの狭いところを打ち抜くだけの技術、やっぱりこう、あとここでやっぱボール持ったときにすごくやっぱ自信持ってるんじゃないですか。さあ樋口、樋口のクロス、フリーで待ってる小山津、落としたぞ、内田優斗しましたけども、やっぱ彼の持ってる左足の威力からするとこの距離ってのは関係なかったと思いますし、まあ、ここでコントロールで落とした、打ってくださいっていうボールも素晴らしかったですけども、よく動きますね。そしてね、チャンスですね、うん、高澤がいる。しかしシュートか、開いた花道、フィニッシュ、これは流しの、まあ、一度は弾かれますけども、まあ、いいところに転がってきて、まあ、リフレクションして入りました。拾えるかどうか。このセカンドも拾えなくなりましたね。そうですね。さあ野村から、高澤抜ければオフサイドは、オフサイドはない、そのまま1対1で決めた。まあ、しっかりとためを作りながら、アントラーズがサイドプレイヤーが中に入ってゲームメイク。パトリックを狙った、セカンド倉田拾った、倉田のシュート、ーゴラッソ倉田、素晴らしいミドルシュート。少しねアウトにかかってますけど、まあここしかないっていうね、そういったコースに飛びましたよね。いやこのボールが通る、倉田、パトリックの裏を狙ったボール、いい、ね、さあ決定機、パトリックボックス対パトリックのシュート決め切りました。まあここのタイミングは非常にバッチリでしたし、まあここよくね、ニアハイネルのクロスボール、ビエイラ後ろ、柏に流れて、柏のクロス、ペレイラ、うん、おお、これが決まりました。柏のクロスボール中で、まあ、レアンドロ・ペレイラね、逆サイドにうまくね叩きつけましたよね。はい、まあ、逆サイドネットにねコースをうまく、ヘッド、マリノス側はゾーンで構えてますから、まあそこのボール、いいところを通して中川受ける、前田大然へ、中川、中川、エリキ追いついた F マリノス、これを飛ばしてもらって、まあ、縦につけたんですけれども、ちょっとミスになったんですよね、相手に取られて。でもこの後のスプリントですね。いやでもリスタート早いですね、エリキ、エリキ運ぶ、エリキラストパス、ルーズボールはゴールイン、 F マリノス逆転。動き出してますし、はい、まあ、柏レンズ選手はもうちょっと間に合わない、いつも後追いのような状況になってましたからね。一発交換です。バタが絡んできます。入れ替わって、中川、前田、決定的な3点目。いやこの中川のハーフスペース取りに行く動きですね。これはまあおそらく中はそんなに見えてないんですけれども、まだあのタイミングであればディフェンスライン、山根美希、家永、山根、田中をワンタッチ、家永折り返し、小林、うわ、最初あの左サイドの車へのところから始まったんですけど、ここワンタッチうまく使いながら田中碧と